はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は北海道ビップ町にあります北海道北部エリアで最大規模のスキー場についてです。皆さん、ビップ町行ったことありますか？北海道ビップ町は人口が約3500人で、ピップエレキバンの CM で有名になった町です。このスキー場は旭川周辺のスキー場では以前に紹介しましたカムイスキーリンクスの次に規模が大きなスキー場です。そんなスキーとイチゴの町、北海道ピップ町にあるスキー場、ピップスキー場を紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。はい、旭川市からピップスキー場に向けて出発したいと思います。今走行している道路は国道45線です。この通り沿いにはスーパーやドン・キホーテなどもあります。しばらく国道45線を走行し、このトンネルを抜けるとピップ町に入ります。ピップスキー場は旭川市内からの距離が約27キロ、車で40分ぐらいです。また旭川空港からの距離が約37キロ、車で50分ぐらいで行くこともできます。札幌や北見、名寄方面から行く場合は旭川紋別自動車道のピップ北インターチェンジを降りて2キロで到着することができます。公共交通機関ではピップ駅や旭川駅からピップスキー場までバスで行くことができます。 JR ピップ駅からの町営の定期バスはなんと無料で乗ることができます。ただ宗谷本線との接続はあまり良くないですが、鉄道と組み合わせて行くこともできます。また JR 旭川駅からも路線バスが出ています。乗車時間が約55分、運賃は片道650円です。しばらく国道40号線を走行してきましたが、こちらの信号を右に曲がります。右奥にピップスキー場が見えてきました。スキー場で滑った後に日帰り入浴をしました。ゆうゆうピップが右手に見えるとピップスキー場はもうすぐです。この日は8時15分ぐらいに到着しましたが、この時間でもセンターハウス近くに駐車することができるんです。はい、ピップスキー場に到着しました。今見えている建物がセンターハウスです。すごく綺麗な建物だと思いますが、この建物は2016年12月にオープンしたそうです。緑色のリフトが見えていると思いますが、こちらが第2リフトです。後で紹介しますが、ロープリフトも見えました。リフト券販売所はセンターハウスの中、もしくは第6リフト乗車口近くの2箇所あります。センターハウスのリフト券販売所ではクレジットカードやペイペイで購入することができます。右上に載せておりますリフト券ホルダーやオリジナルステッカー、合格祈願に良さそうな滑らないステッカーなどもこちらで購入することができます。リフト料金は1日券大人3200円とナイター券大人1200円は UU ピップの日帰り入浴券がついています。食事券付きの4時間券大人2800円もありました。この食事券ではセンターハウス内のレストランでは醤油ラーメン、もしくはカレーライス、雪番屋では後で私がお昼ご飯で食べましたニジマスの親子丼とあら汁セット800円以外は注文することができるようです。また北海道シーズネットでは1日券、4時間券、ナイター券を200円割引になるようです。ロープリフトは無料だそうです。初心者の方にはとても良いサービスだと思いました。スキーのレッスンは事前予約が必要なようです。日によっては当日でもレッスンを受けることができるみたいです。こちらに載せているレッスン以外にはシーズンコースなどのレッスンがありますが、こちらは店員制で事前に申し込みが必要のようです。スノーボードもレッスンがあり、さまざまなレッスンメニューがありました。スキー、スノーボードのレンタルはセンターハウスから少し離れた場所にあります雪番屋でレンタルすることができます。
支払いは現金やペイペイのみだそうです。レンタルするためには身分証明書もしくは携帯電話の番号が必要だそうです。ただゴーグルや手袋、帽子はレンタルすることができないようです。ここでピップスキー場のコースについて紹介したいと思います。コースは全部で9コースあり、リフトはロープリフトを含めますと4機ありました。第1リフトがなかったり第6リフトがあったりしていますので、以前はもっとたくさんリフトがあったかもしれません。最大斜度は36度、最長滑走距離は2200メートルです。ビギナーコースにはスノーパークもありました。はい、それではリフトに乗ろうと思います。最初に乗ったリフトは第2リフトで、リフトの長さが617メートルで乗車時間は5分ぐらいだそうです。この第2リフトは A 線と B 線があり、どちらに乗車しても問題ありません。特に混んでいる時は空いている方のリフトに乗れるので、それがいいですよね。撮影した日はピップスキー場にしては気温が高かったので、雪が降っていましたが結構湿っていて雪が重かったです。もっと気温が低い日に動画を撮影したかったですね。本日初めてリフトの降車です。今日もなんとか降りれました。こちらのコースはシルバーコースです。このコースは最大斜度25度の中級コースです。前半部分は比較的斜面もきつくなく滑りやすいかと思います。後半部分は少し急斜面になっていますが、バーンが広いので気持ちよくロングターンができると思います。このコースでは結構カービングターンの練習をしている方が多い印象がありました。この後再度第2リフトに乗りました。第3リフトは第2リフトと連絡しています。このリフトの長さは440メートルで、乗車時間は4分ぐらいだそうです。私は右手にカメラを持ちながら乗車しますので、シングルリフトは結構怖いです。撮影した日は2022年1月の土曜日でしたが、このスキー場も空いていましたね。もっと東北のスキー場に来てほしいと思いながらリフトに乗っていました。このリフトの降車はまっすぐ降りるのではなく、降車位置のところで左にそれます。なんとか転ばずに降りれました。こちらのコースはダイヤモンドコースです。このコースは最大斜度20度の中級コースです。このコースも結構斜度はありましたが、バーンが広いので中級者以上であれば気持ちよく滑れると思います。こちらのコースはゴールデンコースです。このコースは最大斜度30度の上級コースです。コースの半分が宮施設エリアでしたので、パウダー好きに滑ってもらいたいコースだと思いました。撮影した時もスノーボーダーが気持ちよくパウダーを滑っていました。
そのコースを滑った後、再度第3リフトに乗りました。こちらのコースは新設ベテランコースです。このコースは最大斜度36度で宮節バーンの上級コースです。前半部分はそこまで急斜面ではなく、気持ちよくパウダーを滑れるかと思います。撮影した日が気温が高く重めのパウダーでしたので、途中緩斜面のところで止まりそうになりました。この辺りで止まってしまいますとバランスを崩してしまうと思います。コース後半は結構急斜面だと思いました。ただ私が滑った限りでは最大斜度36度の感覚はなく、滑りやすいコースだと思いました。パウダーが好きな方はぜひ滑ってほしいコースだと思います。このコースは後で紹介します第6リフトからだと行きづらいですので、第3リフトからこのコースに行ってほしいと思います。こちらはロープリフトです。長さは150メートルで無料で利用することができます。初心者の方はこのロープリフトで練習すると良いと思います。こちらのコースはビギナーコースです。このコースは最大斜度8度の初級コースです。最初直角をするのですが、初心者には難しいかもしれないです。このコースにはキッカーなどのスノーパークがありました。私もキッカーでサブロックとかできたらどんどんキッカーを滑っていくんですが、誰か教えてほしいです。このコースは緩斜面でかつバーも広いので、初級者が滑りやすいと思いました。サイドにはパウダーも結構ありました。こちらのコースはファミリーコースです。このコースは最大斜度20度の初級コースです。ビギナーコースを滑っていくとこのコースになっていくんですが、初級者だとかなり急に感じるかもしれません。ただバーンが広いので慣れれば気持ちよく滑れると思いました。私は第6リフトの横にあります雪番屋でお昼ご飯を食べました。お店の中の様子です。食事だけでなくアイスやお菓子も売っていましたし、トイレや自動販売機、アクリル板で仕切られたテーブル席、レンタルコーナーもありました。レストランのメニューです。こちらではこのスキー場の近くで養殖していますニジマスのイクラ丼やエゾシカのカレーなど、地元食材を使用したメニューを食べることができます。ニジマスの親子丼あら汁セット税込み800円以外は全て税込み600円です。私が今回注文しましたニジマスの親子丼あら汁セット税込み800円です。イクラの味は鮭のイクラと変わりませんでしたが、少し硬いので食べるとプチプチしました。ニジマスの身も油が少なめのサーモンのような味で美味しかったです。あら汁もニジマスの出汁が出ていまして、地元産の大根や人参も味が染みていました。どちらの料理も本当に美味しかったです。今食べましたニジマスのイクラや刺身はここで 100g600 円で購入することができます。またピップイチゴのアイス税込み330円も美味しそうでしたので、今度食べてみたいと思いました。第6リフトはリフトの長さが1181メートルで、乗車時間は9分くらいだそうです。このリフトがピップスキー場で一番長いので、ピップスキー場に滑りに来た時はよく利用しています。
私はこのリフトが一番混んでいると思ったのですが、並ぶこともなくすぐに乗ることができました。リフトからコースが見えると思いますが、左からダイヤモンドコース、ダイナミックコース、ファミリーコースです。このリフトの下にも結構パウダーが残っている場所がありました。このリフトの降車口には簡易トイレがありました。こちらのコースはダイナミックコースです。このコースは最大斜度25度の中級コースです。コースは見やせつ部分も多く、パウダーを楽しむことができます。滑った時間は食事した後の午後でしたが、結構パウダーが残っていて楽しく滑れました。このコースは滑っていてとても気持ちよかったですね。このコースを滑っていくと第6リフトに乗ることができます。こちらのコースはストロベリーコースです。このコースは最大斜度20度の初級コースです。コース幅は狭いですが、斜面が緩いので初級者でも滑りやすいコースだと思いました。このコースの滑走距離は 2200m で、スキー場の中で一番のロングコースです。ここで右に行きますとストロベリー A コースです。このコースを私が滑った時は全然混んでいなくて滑りやすかったです。ここで右に行きますとストロベリー B コースです。コースでもコースが分かれていましたので、飽きずに滑れると思いました。この辺りでファミリーコースと合流します。このコースから最終的に第6リフトに戻ってきます。センターハウスの中の様子です。テーブル席と奥に自動販売機がありました。レストランはナイター営業をしているときは20時半まで営業しています。ラーメンや太ものカレーなど様々なメニューがありました。一番人気のメニューは唐揚げ丼、税込み700円だそうです。それ以外にピップの卵や醤油を使った卵かけご飯セット税込み550円も食べてみたいと思いました。お食事券メニューと記載されているメニューは食事券付きリスト4時間券で食べることができます。ただ追加料金で他のメニューに変更したりはできないようです。レストランの横には売店もありました。こちらではピップさんのイチゴを使ったジャムなどを買うことができます。お土産にいかがでしょうか。私はスノーボードをした後、スキー場の近くにあります UU ピップで入浴しました。ピップスキー場のリスト1日券やナイター券などにはこちらの入浴券がついています。普通に日帰り入浴をした場合は入浴料金が大人500円、子供250円で入浴することができます。お風呂に入った後はこちらの休憩室でゆっくり休んだり食事をしたりできますので、スキー・スノーボードをした後にぜひ見てほしいと思いました。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました北海道ピップ町にありますピップスキー場は、変化に富んだ初級者から上級者まで楽しめる満足度が高いスキー場です。
リフト料金も大人リフト1日券が悠々ピップの入浴券付きで3200円で滑ることができるんです。ピップスキー場のピステンバーも非常に滑りやすく、パウダースノーも食べまくれますし、そしてスノーパークを楽しむこともできます。お腹が空いたら地元産ニジマスのイクラ丼や卵かけご飯などのローカルグルメも楽しめると思います。旭川市内からも車で約40分、ピップ北インターチェンジからすぐ近くとアクセスも抜群ですので、一度滑りに訪れていただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ピップのイチゴ食べたい。